はい、こんにちは、くんです。ということで今日はリスペクト企画になるんですけど、リスペクトって言えば許されるのかというのか微妙ですけど、ゲームをみんなでクリエイティブで作って、それが何のゲームか当てるクイズをやっていこうかなと思います。5チームに分かれて作ります。1チーム目黒猫ピンクローター雪男チーム、2チーム目、ナイブアワボス、ナイブスガチーム、3チーム目魚森の妖ピンク鳥チーム、4チーム目マシュバナナモンスターチーム、5チーム目俺と JK のチームです。顔だけ出すな。はい、ということで、各自ね、被らないような設定をしました。被らないように、設定をしているので、それぞれでね、何かもうゲームを決めてると思うので各自再現をしてみてください。でそれを、まあ、みんなでこう当てるというふうな感じですね。いつもの建築大喜利みたいな感じの、まあ、延長線上です。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあまずは作りましょう。じゃあどうしよう、分担どうするか、人の方どっちが作る。じゃあ人頼むよ、人の方。 OK、 俺はその他の環境を作るから。 OK、 環境を作る方がむずい気がするけどな。最初これだな。いやちょもうちょっと工夫しよう。もうちょい作って、造形して、造形もっとでかく、なんかあるっしょ。もうお前ら分かってる前提でいくぞ、視聴者は。これだから、もうちょっとこれで造形して頑張って。はい、あ、色そっちにするんだ。そっちか。ここむずそう。多分ここめっちゃむずそうだな。自分で作って言うのもなんだけど、なんかこれやりたくないわ俺、このマップ、このゲームで、このゲームの話だけどやりたくない。あのさ、俺がちょっとだけ詰まったものがあるんだよ。それを再現しようと思います。俺がちょっとできなかったことがあって、このゲームでなかなか、まあ、できたんで、最終的にはできたんだけど、わかりますかこれ。わかる人はわかります。ここでぴょーいっといって、みたいなところまで飛ばなきゃいけないんだよね、これ。もう一番難しかったんだよね、ここ。俺の中で一番うざかった、うざかったって感じだね。いや結構これはわかるんじゃない。これわかるでしょ、もう何がしたいか。いやー、いいね、かなり再現度高いんじゃないですかこれ。ここが難しいんだよな、この最後のさ、これのせいでさ、ピューピューってこう落ちて、ここそのまま捕まるっての俺一回やった気がする。わかる、覚えてる、これやってて覚えてる人いるかな。なんかここ捕まってピューって落ちてそのまま行っちゃうんだよね、嘘だろみたいな。で、あと最後か。最後だ、ありそうじゃないかな、あのそのものぐらいのものが。あ、これじゃねこれっぽくない。だいたいこんな感じだよね。はい、これでもうあの一番上なんで。おー、いいね、いい。で、どうですか、あのそのものは、そのものの調子は。もう頑張ったねこれ、よう頑張ったねこれ。この造形すげえわ。めっちゃ頑張ってないこれ。俺ら一番乗りじゃねこれ、作り終わんの、もしかして。はい、じゃあちょっと待ちましょう他の人。ということで、各自型がつきましたでしょうか。はい、じゃあ私のところからいきますよ。最初こっちです、こっちです。最初黒板持ってきて一つ。はい、まず私のから。ちょっと JK ちょっと中入ってくれ、そこ。ちっちゃ、人間小さいね。いや、これやったことある人いるかな、これこの中で。やったことあったらもう涙出てくると思うけど、さあどうでしょう。で、今回簡単すぎたね。ほぼ全員正解でしょう。なんでさ、何黒猫正式名称で書いてんの。違います、あの菅さん、それ次回作のやつであんま流行らなかったやつです、それゴーフィンゴーバイト、それ流行らなかったやつです。それ似てるけど、確かに同じ感じだけどちょっと違います。これはいいものだ。そのさ、それガルマのさ、キシリアザビに対する発言でしょ、それさ、お前どんだけお前は遠回りした回答の仕方すんの。これはあのさ、壺を渡してくれ、これはいいものだってやつのあの壺でしょ。いや、多分ね、見てるキッズ
わかんない、100人いたら1人しかわかんないよ多分。アボボしか感動しないこれ。つぼうじつぼうじ、失敗するとナレーションにあえられるゲーム、イライラ。はい、ということで正解はつぼうじです。 JK が作ったこれが最高だったね。次どこ行くか、次黒猫の行く。じゃあ上がった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 、もうじゃあ行こうみんなで黒猫のところ。はいはいはい、分かった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 、じゃあ入ろう入ろう、分かった入ろう。何これ、封鎖中立ち入り禁止チタンだあ、うん、なんかあ、うん、なんだろうこれ、なんか掘ってるのかな、下に、なんか鉱山みたいな。マインだあのさ、まお前が多分最も嫌いな TNT とウィザーあーあっちしたんだ。あ、壊れた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 、うわすげえ凝ってる俺もう回答もしようないだろこれ。はい、完全再現されてましたね。はい、全員書いてください、まあ、まあ一応書きましょう。ここにアンダーテール、いやまあ地下に来たけどね、地下の物語だから、まあ確かにアンダーテール、まあ地下の話だしね。マッシュ、俺が出禁されてるゲーム、そうだね、マッシュはちょっとあの許されてないな。ああいうのはドラえもんさん、キャラクターの名前を書くわけじゃないです。これ太郎さんが悪い、ジャブロまあ地下だけどね、まあ、確かに地下だしジャブロー、まあ確かにね。ネタの湧き出るゲーム、これ誰書いたの、デケ。はい、ということで、まあマイクラですね、もうマイクラでいいですねこれ。何回答あんの、なんかえこれ正解、ジャブロー破壊されたけどまあジャブロー陥落したし、ね、ジャブロー陥落はしてない。ジャブロー正解、ジャブローなの俺。ジャブロー正解か、そんなバカな次魚のとこ行くか。すごっ、スイッチ完成度高っ、何これ、これ始まんのこれ、もしかしてこれどうかい、うわすげえ、やばっ、何これ、やばい、やばいんだけど、なんかやってる、ちょっと待って、あのこれみんな入るな、これ多分意味があるんだこの行動も、みんな入る中に、何やってんだこれ、なんか来た、あ、なんか来た、ゾンビみたいなの来た、スイッチのゲームなんか劇場始まってかわいすぎかこれ、なにこれ、あ、なんか死んだ、あ、なんか死んだ、これポケモンかこれ、もしかしてポケモンか、ポケモンなのこれ、あ、でもあれはドラクエだよね、あの棺桶はドラクエだけど、この棺桶的にドラクエなのかな、あ、進んでる棺桶、進んでる、ちょっと歩いてる棺桶がドラクエっぽい。はい、じゃあ回答書いてください。ドラクエびっくり、びっくりって何、すごいねこれ、クオリティ高っ、いやこれやばいやばいよこのクオリティ、これすごいね、全滅、これドラクエだなこれ、完成度頭おかしすぎでしょ、ドラゴンクエストちょっと過ぎ去りしとけよ、あ、結構具体的に書くね、ドラゴンボール劇団四季、劇団な、あの ゲームですよ、ナイムさんこれさっきから主題忘れます、これ何のゲームでしょうのゲームなんだよこれ、すがプラネットズー、こんな感じでしょうか、他は世界樹の迷宮、まあそんなところか。じゃちょっと回答をちょっと書いてください、黒板に。回答お願いします。回答ここ書いてください、ここに。ドラゴンクエスト。おぉ、これはね、ちょっと高すぎた、クオリティが。ちょっと次行きましょう。すげえな、これこんな風にして作ったのが、マジで。こいつはマジですごい。魚マジでほんとセンスあるな。は？あ、わかった、これナイーブ、これ作ったの
わかった、これ落ちるやつだ。うわー、懐かしいけどこれは難しい。これはむずい。俺多分本気で書いても回答できる人何人いるんだ。多分わかんないと思う、これこれむずいわ。いやめっちゃうまい。でもよくこれを作ろうと思って、さすがあの古参キッズだな。やるね、これはすごい。チョイスが素晴らしい。色のチョイスもいいし。はてなはてな、名前忘れた。ボンウェル。あのさ、これ多分こいつ英語できないと思う。はい、ということで正解は、菅さんこれいいですね。正解わかりません。いつのゲームですか。2016年のゲームですよ。ボーンウェルじゃねえだろ、すが。こっちはダウンウェルだろ。こっちです。ダウンウェルという2016年にくんさんが実況したゲームです。かなりゲームとしての出来が良い、ちょっとレトロ風ゲームで、まあ、実際レトロ要素あるんだけど、かなりやりました。かなりやり込んで楽しかったです。はい、ということでどのゲームか当てようゲームでした。おっつ、あれ、お、1234、え、あれちょっと待って、マッシュバナナモンスターチーム、あれ、あ、これフォートナイトか。答えマッシュチーム、多分答えはフォートナイトだ。何も作って多分これフォートナイト、答えマッシュチーム、マッシュフォートナイトだな答え。あーなるほどね。え、なんか地下行った。あ、え、なになになに、作る場所してしかしてもらえなかったです。は、は、は、フォートナイトってこと？何もないってこと？これフォートナイトなの？え、今世紀、え、2020年で一番意味わかんないかも。え、どういうこと？え、これフォートナイトってこと？答えってことでね、マッシュチームは、答えフォートナイトでした。やばいよなマジで。一回終わらせた方がいいな、これ4チームで。一回終わらせておまけみたいな感じにしないと。これやばくない？え、だってさ、4つに分けられて作る場所がなかったってさ、コミュニケーション、コミュニケーション、あ、違うんだよ。あの、モンスターくん、これから23時に、あの、お父さんお母さんがパソコンのインターネット回線抜かれてるのよ、あの子。あの子、あの、モンスターくん、お父さんとお母さんに、あのインターネット回線切断されるから11時に。だから急にいなくなるのはそういうことなんですよ。あの、ちょ、残念なことになるんで、あの、パパメソッド発生するんで、それで多分できなくなったの。多分回線抜かれたんだろうね、多分パパメソッドで。だから、あの、もう落ちたという報告すらできてない、多分。つまり、まあ、誰が悪いかっていうと、あの、モンスター君のお父さんお母さんが、まあ悪いかな。お父さんお母さんがインターネット回線抜いたせいで、その まとめるやつくだったモンスターがいなくなって、あの、バナナとマシュメロがトロールを起こしたって感じかな、多分イメージとしては。多分そういう感じだと思う。つまんな、つまんな、つまんな。こいつやっぱこいつつまんねえな、マジ。この黄色い棒、こいつ許されねえな。許されんわ、行動力がない。終わりましょう。